はいどうもダラニでございます。今日は銀鮭の釣り大会ですね。釣り場は黒い流氷でトリプル S の初期ダメージが 18,150 で、水晶餌はクランクです。今もうすでにマスターの餌がついてるんで行ってきます。多分ねこの僕あついたマスターの餌ついてなかった。多分僕このあれなんですよ、銀鮭の大会は初めてだと思うんですよ、おそらく。はい、動画見返した感じでもなかったんでね、まあ、こういう初めて釣る魚は結構テンション上がりますね。はい、頑張っていきたいと思います。18,150、あ、あ危な、なんか今結果的に釣れましたけど、何でしたっけ、疾走か、あの黄色いやつ出しましたね。お225、あーでもいい感じですけどダメか。そっかそっか、でも今自己ベスト出ましたね。ん、もう消えた、あーあとね、僕昨日釣り大会の最中に占いやったんですけど、これダメですね、これはしない方がいいですね。なんでかっていうと、まあ少し考えれば分かったことなんですけどね、占いって1回やるとちょうど24時間持つんですね。ですんで今ねちょうどこの占いの効果が残り1分ぐらいで、だから昨日ちょうど占いをやった時と同じ時間ぐらいにまた切れるんですよね。だからこれ繰り返してると毎回毎回大会の最中に占いをするっていうねことになっちゃうんで、これやっちゃダメだなと気づきましたね。はい、なんで今度からはそうですね、まあだからやっぱり気づく前か、これはどうなんだろう、なんかちょっと違う、あそうなんや、銀鮭こんな風なあの初期ダメこうなんか減らされる時もあるんですか。あなかなか釣りにくい魚ですね。あら全然ダメ、ここなんか投げにくいな、波紋も見にくいし、あった違うね。これは釣ってみよう、なんかさっきみたいなこともあるかもしれないんで、でちょっとスキルは、あっよかったよかった、スキルは貯めます。でも S とかもあるんか、分かりにく、あーこれは分かりにくいな。結構手ごわいしトリプル S の見分けもつけにくいしで釣りにくいんですねこの魚。あそうそう、またお友達募集ね引き続きやってますけど、また来てくれる方がいましたよ。ダメか、これはダブル S。 クリティカルのダメージとかで見分けるんかな、まあ、6099ぐらいやったから、あこれそうじゃない、じゃあもしかすると、あ違うか、
で、これでダブル S マジックとかですか。音楽もね、あの大物の音楽やし、なんか見分けにくいな。あ、ダブル S か。やりにくい。そして波紋も見にくい。これは見にくいね。あった。手前でいいか。あ、とか言ったら奥に出たな。あ、これ違う。うん。もっとでかいんですね。クリティカルの数がね。あ、お腹鳴った。これも違う気がする。堂々と切ったら、そっか、難しいな。残りが、あ、もう残りも4分くらいか。やばいやばい。なんかでっかいのちょっと切ってみたいけど、あ、バラムツ、まだ切ったことなさそう。うん、ルースターなんかわかんないですけど、あ、うんうんうん、ちょっとちょっと6063違う。うん、お、あ、消えたかな、消えたかな、ギリ残ってたけど。しよう、これかな。あ、残りもう3分か。あ、これ違う。うん、だから6300ぐらいいくんかな、銀酒。あ、なんとしても釣りたいけど、こんなんでくそ。おー、ちょっと残り2分半。はあ、なんかいつも通りのなんか不甲斐ない感じでしたけど、あ、あ、違う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 、これは違う。うん、6063は違う。あー、残り2分か。違う。銀鮭は来るんですけどね。あった。あの、あ、消えたな。消えた。ん？あ、でもグッと。こんなもんか。残り1分半、1分半、この辺。難しいなこいつ。
あ、もうギリギリっていうか、もうこれでもう釣る、もう釣れないでしょうね。うん、残り30秒ぐらい。あ、しかもちっちゃ。まあもう一丁投げてみるか。で、もう一丁投げてみて、あの2万5500のバラムツが来たら釣りたい。あ、これ回転していいんかな。あ、切れた。普通で釣らないとダメなやつなんかな。バラムツ、あ、釣ったことあるか。なんや、そうですか。はい、じゃあもう5秒前ぐらいなんで終わりたいと思います。出場されてた方お疲れ様でした。で、引き続きね、お友達募集まだやってるんで、この、右下の緑のアイコン、お友達追加のお友達検索で、この8文字制限ってところにダラにって入れていただければ、出てくると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。プレゼントはイベント中はイベントの餌で、何もない時はこのエネルギープラス7っていうのを送ってくれる人がいいですね。はい。で、あ、でね、僕ももちろんですけど、僕も毎日、1日2回ないし、1日1回はもう絶対送ってます。で、余裕がある時はちゃんと2回プレゼント送ってますし、で、その時は同じように僕も、エネルギープラス7か、イベントの時はイベントの餌にしてます。基本的にはエネルギーじゃなくって、はい、まあそんな感じで僕からも必ず送るんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで9時1分過ぎましたんで、順位見ていきたいと思います。自己ベスト出たからな、なんかいけるかと思ったんですけど、甘かった。はい、1位の方がズイールさん、でかいな、292.4cm、もう3メーターいきそうな勢いですね。はい、おめでとうございます。で、2位の方がマンダム Z さんで 266.9cm、これもでかいですね。おめでとうございます。で、3位の方がコックイブリさん、256cm ちょうど、おめでとうございます。で、4位の方がユーピン07さん。252.5cm おめでとうございます。で、5位の方がハネクラブさん、 248.1cm おめでとうございます。で、6位の方がタンタンメンさんですね、 246.8cm おめでとうございます。こちらの方、僕からお友達申請出して受けてもらいました、ありがとうございます。7位の方が YNS77 さん、 246.3cm おめでとうございます。で、8位の方がしぶきさん、 242.8cm おめでとうございます。で、9位の方がシャチコさんですね、 241.7cm おめでとうございます。で、10位の方が所ジョージさんは1位じゃないのか今日は。はい、10位で 240.8cm ということでしたね、おめでとうございます。僕は自己ベスト出たものの42位って感じでしたね。はい、では、引き続きお友達募集もしてますし、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。